イルヨカイセは、ベルギー、ヘント出身の自転車競技選手。6日間レースを中心とする、トラックレースを主体に活動している。なお、ルホの部分を、リョ、ケイマイナスの部分を、ケイと表記し、医療形成とする自転車競技ウェブも、少なくない。プロ転向以前より、マディソン、ポイントレース、スクラッチといった、長距離系、トラック種目を主体にレースキャリアを積んでおり、 2004年より6日間レースに参加。同レースの初優勝は当時チームメイトであったマシューギルモアと組んだ2005年のフィオレンツオーラ・ダルガであった。2011年2月7日、現在6日間レースで13勝を挙げ、同レースではトップスターに上り詰めている。うち出身地で行われるヘント6日間レースでは初参加の2005年に加え2007年。 2008も優勝と抜群の実績を誇る。レース途中打ち切りとなった2006年の大会も途中までトップだった。ギルモアの引退後は主にドイツのロベルト・バルトコとコンビを組んでおり、国別対抗戦となるオリンピック、世界自転車選手権、国内選手権ではチームメイトであるケニー・デケテルと組んでマディソンを戦うケースが多い。2008年12月9日、 ヘント6日間レース最終日に採取された A サンプルにドーピング陽性反応が出たことから所属チームであるトップスポートフラーンデレンより以降のレースの出場停止処分を受けたその後 B サンプルでも陽性反応が出たことからトップスポートフラーンデレンを解雇されたドーピング理由はカチンとマスキング剤によるもの後にドーピング使用疑惑の一連の告発は 証拠不十分として、ベルギー自転車競技連盟によって取り下げられた。2010年、クイックステップに移籍。同年7月7日、スポーツ仲裁裁判所は、2011年8月6日までの出場停止処分を下した。その後、CAS の裁定に不服として、ブリュッセル裁判所に異議申し立てを行い、また、UCI の解釈では、ベルギー国内における、 競算事項であり、国際法の適用には当たらないとして、同年のンと6日間レース及び2011年のロッテルダム6日間レースに出場した。http ブログ、グー nejp、熊マタ 2004e5364e5 アフダブ175億2541万7804。 DC5522986F-hat, ケースセドーピングチャーチスディスミスト CYCLINGNEWS.comCYCLINGNEWS.comhttpwww.saikarinies.comnews, ケースセドーピングチャーチスディスミスト c a s s u s p e n d s k e i s s e f o r t w o r e r s f o r 2 l e r t o p i n g i a s c y c l i n g n e w s c o m 2 0 1 0年7月7日付月月 u c i s p e l l s o u t i t s c a s e H g a i n s tkeis se-cyclingnews.com2011 年1月7日付記事。ありがとうございます。